この番組を収録しているのは柏市にある撮影スタジオアップルトマト。ヘアサロンを中心に吉郎グループが展開するカフェ、ライブハウスなどを併設され、どなたでも気軽にご利用いただけます。せーの、 J コムからお届け、東関東人図鑑。さあ始まりました、東関東人図鑑、インタビュアーの花輪信之です。今回はストリートブレイカーズ代表の五十嵐康政さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ストリートブレイカーズという、はい、通称ストブレというふうに言われてますけども、はいはいはい、よくわかんないですよね。よくわからないんですけど、はい、この番組に過去2回ストリートブレイカーズの手賀沼純君とか あいつ出たの、来ました。あ、そうなんだ、ええ、はい、代表の方が後、代表の方が後ですよ。あ、代表ボスですもんね。ボスですもんね。ちょっと俺に話通してないぞ的なとこありつつ、あ、手賀沼純、手賀沼純、あ、ちょっと言ってきますね。サンミュージックには通してたみたいですけど、そっか、こっちの事務所には通してなかったということですけども、はい、ちょっと今日 LINE しておきますね、はい、ストリートブレイカーズ改めてどういった団体なんですかね。そうですね、あの柏の街を盛り上げるっていう部分で、うん、はいはい、いろんなイベントとかやってるんですけど、まあ、ここ10年ぐらいはだいたいその音楽系の音町柏っていうイベントと、それから、手作り手の市っていう、手作り手の市、手作り品とか野菜とか売るイベント、これだ、ちょっと待ってくださいね、これですね、はい、手作り手の市、そうですね、これ柏神社っていうところでやっていて、うんうん、あともう少しこう拡大して、最近はあの、ハウディモールって駅前通りまでダーってやるんですけど、ここでいろんなクラフトとか野菜とか地元の野菜、おいしいの売ったりとかするっていう、まあ、イベントなんですね。これは、別に農家さんとかがやってるってことなんですか。農家に出店してもらって、僕らが、まあ、なんていうんですか、その取り仕切ってる的な部分で、ああ、はい、やら取りまとめて、や、はい、運営してますね。でこれは音楽の、そうですね、音町柏、これちょうど3年、音町柏ね、はい、3年前ぐらいの映像だと思うんですけど、あの、まあ、最後はあのサンプラザ中野さんとかこう出てもらったりする、はい、大きなイベント でその前の方に、これ地元のストリートミュージシャン、うん、ストリートで活躍している人たちなんですけど、はい、まあ、そういう人のコンテストをやったりとか、そのストリートミュージシャンの柏駅前で演奏できるよっていう登録制度があるんですけど、はい、そちらの方も僕らが運用したりしているので、はい、そんな一体になったイベントをやってます。なんで柏ってあれなんでしたっけ、音楽の、そうですね、もう20年ぐらい前の話なんですけど、はい、まあ、本当ミュージシャンの人とかが、まあ、すごく多くなっていて、もうその中からちょっとスターも出てきたんですよね、うん、サムシングエルスとか、うん、あ、そう、はい、割と俺のイメージだと最近なイメージなんですけど、いや、もう20年経ってると思います。はい、Give me a chance。 そうです、そうです、そうです。あ、そうっすか、はい、あの前からなかったんですか。そうですね、あの頃ですね、あの頃からなんですか、はい、95年ぐらいからだと思います。からなんですか。サムシングエルスも、はい、があったりとか、ライハ少年かなんかで、です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 、売れましたよね、はい、で若き日のナオトインティライミ君がいたりとか、あ、はい、そのぐらいから、じゃあ20年ぐらい前から、はい、ちょっと、まあ、音楽というか、まあ、でももともとだって、そうですね、パパラ河合さんとか、はい、そうです、そうです、いたわけですね、そうです、そうです。で、はい、このストリートブレイカーズって98年にできたという、うん、聞いていて、僕その頃まだメンバーじゃないんですけど、そうですか、もともとどういう経緯で できたんですか。もともとは、商工会議所ってどの町にもあるじゃないですか、その青年部、まあ、青年部って大体おじさんなんですよ、45まで青年部なんで、どこも一緒なんです、どこも一緒なんです。でそのおじさんたちが、今の若い子たちのって何考えてんだろうとか思ったらしいんですよね。それでストリートミュージシャンをこう街に取り込む的なところから始まったって聞いてます。じゃあ今の60代ぐらいの方たちが作ったんだ。そうですね、そうです、そうです、そうです、で、はい、その新人募集で僕は95年、30歳ぐらいの時に入って、あ、ごめんなさい、2005年に、うんうん、あの30歳ぐらいの時に入ってるんです、はい。その時からも柏には住んでたんですか。僕ね、住んでるのはもう、うん、もう生まれたとこも柏なんですよ。あ、だから地元なんですもんね。そうなんです、そうなんです。だけど、うんうん、柏って、うんうん、多分そうだと思うんですけど、うんうん、そんなにこう職場と、うん、あるいは学校と、うんうん、結構こう遠くにあって、都内とかに行ってて、地元にはこう寝に帰るだけみたいな人ってどうしても多いじゃないですか。もう僕ももう本当典型的にそんな感じだったんですよね。はい、じゃあ、 小学校の時の、ね、はい、話とか伺いますけども、はい、これ小学校の時の、小学校です。今もある柏大将、今娘たちも行ったんですけど、どれですか。これ、これです、これです。あ、はい、
申し訳ない、ね、そこは別にね誰も興味なかったですけど、これが五十嵐さんという、そうですね、はい、そうなんですよね、これなかなか面白い番組ですよね。そうですね、はい、ちょっと気恥ずかしい、そうなんですよ、皆さんおっしゃると思うんですけど、好きな子とかいたんですか、こんな、まあこんな子いや、いたんですけど、ちょっとここはヤホーで検索されると困るんで。いや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 、大丈夫です、誰も興味ないですよ、ね、はい、ね、もうそんな前ですし、この子だと、あー、はい、分かりました、はい、これちょっと、はい、かわいいかね、まずいんで、はいはい、大丈夫の、はい、で、結婚、あ、中学校から都内に、そうなんですよ、そうか、行って、そうなんです、もう見に帰ってくるだけみたいになって、地元で遊ぶことなくなってて、うんうんうん、で結婚まあまあ早めだったんです、うんうんうん、26ぐらいで、うんうん、で子供ができたりすると、うんうんうん、やっぱこう友達っていうとこう遊びに行くって都内なんですけど、うんうんうん、行けないじゃないですか、うんうんうん、こう子供を置いて、うんうん、まあ、行ってもいいんですけど、うん、帰った後鍵閉められてるじゃないですか、うん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 、でやっぱそういうのが続いて、なるほど、地元で友達とかいたら楽しいんじゃないかな、うんうん、家族ぐるみでとかなったら楽しいんじゃないかなとか思い始めたんですよね、うんうんうん、でそうこうしてるうちにこのストリートブレイカーズ、うん、マイスター部、うん、マイスター部会新人募集っていうのを見て、うんうんうん、あ、こういうの入ったら友達できるかなっていう程度の気持ちだったんです、だから初めはあの軽い気持ちで入ったって、そうなんです、そうなんです、まあ、仕事上っていうか、はい、あの学生の時とかも海外とかにすごい興味あって留学とかもしてたんで、やっぱりこうあんま本当地元に全然目が向いてなかったんですよね。これですね、海外の時の写真が、ちょっと、はい、ちょっと入手しましたよ、これ、ありがとうございます、これイギリス、僕25、6の時だと思うんですけど、イギリスに留学してた時、レディングって超でっかいフェスがあるんですけど、それに行った時の写真ですね。大学を卒業した後に、はい、イギリスに留学して、就職せずに、あ、大学院にイギリスに行ってたんです。あ、大学院でイギリスに行ってて、何を目指したんですか、この時は。まあ、学者というか、まあ、研究職になりたかったんですよね、うん、はい、そっか、だからまあ大学院は行こうかなみたいな、まあ、とりあえず自分のこの目標に向かって、そうですね、邁進をされていて、はい、という時で、これね、これは何ですか、これね、ちょっと砂漠っぽいですよね、うん、はい、パキスタンという国なんですけど、ええ、これパキスタン普通行かないとこ、行ったことない、普通行かないとこ、何度も行ってて、イメージ通りだ、うん、これ砂漠でラクダ的なやつで、うんうん、奥さんと行ったんですけど、うんうん、新婚旅行だ。これおいくつですか。27。じゃあ早いかったんです。あ、26だ、6だ、ね、26、これ26、結構早いですね、結婚がね。そうです、そうです、そうです、うんうんうん、で新婚旅行だったんですよ、うん、で普通行かないと思うんですけど、うん、僕たちね友達だったんです、日本で働いてたんですよ。でも、うん、友達だったら結婚式来てほしいんですけど、うん、起用がないじゃないですか、うん、だからパキスタンでも結婚パーティーしろよって言われて行って、うんうん、この後結婚パーティーしたんですよ。いや、なんか友達っていう感じに、なんか年齢上でしょ、ね、まあ上です、働いてた人なんで。あ、そうなんだ、そうそうそう、まあいい人、そうですけど、いいやつなんです、はい、まあ悪気はなかったんでしょうもんね。そうですね、ちょっとなんか間違えちゃったんで、ね、ちょっと危険な国なんだけど、うんうんうん、ちょっとこういうこわもての人一緒にいると楽しく過ごせる、うん、そっかそっか、周りもまあね、そう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 、舐められないです、そうです、そうです、そうです、ね、2人で行くとちょっとね、いろいろあったと思うんだけど。そうですよね、はい、はい、すごいすごい、いろんな経験をまあ、されてて。そうですね、だから全然ストリートブレイカーズのことなんかも全く知らなかった。知らなかったです、本当に知らなかったです、わけですもんね。で、あの後、まあ、割とすぐ、うん、で既婚的な感じだったんで、はい、すぐ子供生まれて、そうするともう都内遊びに行く、うんうん、ましてや海外行くとかっていうと、うんうん、もう家鍵閉まってロックアウトみたいな世界になり、もう友達欲しいな地元でと、うんうん、なり、うん、ここに入ったんですよ。それは何か、さっきも言ってましたけど、きっかけがあったわけですよね。そうなんです、はい、募集ってポスター見たんですけど、はい、なんて書いてあったんですか、そのポスター。その時は、はい、あんま覚えてないですね。覚えてない、記憶のない男なんで。いやいや、はい、あんまないです。だってそれを見て入ったポスターは覚えてないそうです、ね、何かが写ってたとか、なんか写真だったのか、はい、どういう構成だったのか、キャッチコピーだったのかとか。 字はあったと思います、ね、なんとなく字が、字があった。柏マイスター募集、柏で楽しくやろうぜと的な、うん、絶対そんなじゃないと思うんですよね。なんかそんな感じで、その当時の、はい、何も考えてなかったです。
五十嵐さんにとっては、はい、ちょっとやっぱそれがハマった。そうですね、そうですね、そうですね。で、ハマって、で、結構行ったらハマったんですよ。ハマって、それでお前ちょっと、ちゃんとやってみないかと、で、最初に任されたのが、自分が入った2年後に、まあ、自分みたいな新人募集的なところを、まあ、任されて、さっき言った柏マイスター部会っていうのを任されたんですね。任されて、はい、どんどん責任職になって。そうなんです、それでこれを作ったんですね。はい、で、最初に作ったコピーがこれだったんですよ。でまさにその気持ちで、まあ、結局自分もそうだったんですけど、柏って根に帰ってくるだけで、でもうそのマスター入って、ストリートブレイカーズ入ると、本当新たな柏の楽しみ方が全然分かるようになったんですよね。でそれってなってみないと分かんないことで、でもみんなもったいないなっていう感じがしたんです。なるほどね。はい、で結構そういう意味で、まあ、家と職場の往復でちょっとつまんない思いしてる人って絶対いるんじゃないかな、まあ、絶対そういう人刺さるんじゃないかなと思って作ったのがこれで、通勤だけの毎日じゃいけない気がしてた。はい、で、まあ、刺さる前になんか自殺しそうな気になるとかいう大不評だったんですけど、色合いもなんかね、まあ、ちょっとね暗すぎたんじゃねえかみたいな、まあ、でもねこれで実は入ってくれる人多かったんですよ。はい、結構じゃあこれは刺さって、いや実は多くて、地元の人ですか。本当に本当に、若い大学生とかも入りましたし、それこそ某超大企業の部長さんとかも入ります。部長さんとかこれで、あ、こういうのあるんだ。そうなんです、そうなんです、はい、あ、じゃあ結構インパクトあったんですね。そうなんですよ。それでどうなんですか、メンバーが結構増えて、はい、その後はどんな活動をされてたんですか。そうですね、そのさっき言った手の市とか野菜市とかっていうのをやるようになったんですけど、やっぱ個人的にはすごい良かったのは、本当柏の楽しみ方が分かるようになったってお話ししたと思うんですけど、まあ、本当にそれこそ僕その頃クラブとか好きだったんですね。銀座の高いお姉ちゃんがいるとこじゃなくて、踊ったりテクノとかそういうそうハウスとか超好きだったんですよね。で、まあ、そういうのってそれこそもう深夜1時から盛り上がるんですよ。で六本木とか西麻布とか行ってたんですけど、で1時から4時ぐらいまで盛り上がるんだけど、その後始発で帰るじゃないですか。そんなん都内にも子供いたら行けるはずないと思ってたら、で逆にこう終電前に帰る意味ないし、なところでしたら地元に本当海外の DJ とか来るクラブがあるなんて知らなかったんですよ。あ、地元にあったんだ。そうなんです。柏に、はい、音楽イベントとかする中で、まあ、そういう人と知り合うようになって、来いよ来いよみたいになっていったら、もうすごいですよ。子供を寝かしつけて、それから1時から車で行って、一番盛り上がるところだけ行ってさっと帰ってくるみたいな。誰にも来られない。それだからみんな、はい、いいねみたいな。そうですね、他にもそういうだって人いっぱいいたでしょうからね。そう。でも本当こんな地元ならではの楽しみ方で、こういうのができるようになったっていうのは本当に、ね、だから柏も思ってるよりも、いやあるよ、中じゃなくて。そうです、そうです。でかい都市ですからね、はい、そうですね、あったんですね。あったんですよ。で、それとそういう中で行くと、やっぱ小学校の時の友達とか会うんですよ、疎遠になってた。で、まあ、その手の市とかやっても、なんでその米屋お前だったじゃんとかね、そういうのが意外にあったりとかして。狭いわけですもんね。そうなんです、そうなんです。どっちかというとね。それでその昔の付き合い、切れてた付き合いが復活したりとか、まあ、個人的にはまあそういうのはすごい楽しかったですね。楽しい、楽しい。はい。さあ、それで今現在は、はい、柏を全国的に。そうなんです。でやっぱ柏って僕本当あんまり関わってなかった時そうだったんですけど、それこそ海外とか行って、はい、どこから来たのっていうと、100% 東京って言いますよね。千葉も言わないで。千葉誰も知らないですもんね。 100% 東京って言って、まあ言うて東京の郊外ぐらい言えばまあいい方ですよ。で関西とか行っても東京の近くぐらいの言い方しちゃってたんですよ。でもだんだんやっぱレイソルもね、ガンと来て、少なくとも日本中の人で柏って街知らない人いなくなったじゃないですか。で、ね、今そっか、レイソルのおかげもありますね、はいはい、アジアでも活躍してるのもあって、まあ、海外でも柏ってサッカーあるの知らないとか言えるようになったのすごい大きいんですけど、やっぱりそうなってくると結構地元感への愛着みたいのってやっぱ出てきますよね。でやっぱストリートブレイカーズっていうのはその音楽とか、まあ、野菜とか手作り品っていう部分でやってるんですけど、やっぱそういうのにこっちも貢献していきたいなって思うんですよ。そうですよね、はい、でやっぱ地元を楽しむっていうのは地元の人向けのイベントではあるんですけど、
結構ね、やっぱりそういうのって、うん、僕もそうだったように地元のことってみんな意外に目向いてないじゃないですか、うん、やっぱり全国的な放送に出て、うん、でそれであ地元にこんなイベントあったんだって知る人とか、うん、やっぱ意外にいる、ね、意外にいるんですよね、うんうん、なんでやっぱこうきちんと全国に発信できるレベルのイベントをしていきたいなと。そうですよね、はいはい、柏はでも、うん、まあもっとはねマイナーな手話あるとは思うんですけどね、あるとは思うんですけどね、うん、まあまあいい線いってると思うんですけど、まだまだかなっていう感じも。そうですよ、ね、はい、してますね。このストリートミュージシャンの登録制っていうのが全然知らなかったんですけど、ですよね。でこれ本当2005年からやってる、僕が入った頃からやってるんですけど、柏にいるミュージシャンを、はい、まあ、その登録年間500円で登録さえしてくれれば、うん、年間500円、まあ、消費税込みだと540円、まあ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 でもそんなもんで 8% にしましたね、8% ちゃんと。あともう少しだと10円上がると思うんですけど、まあまあそれは置いといて、最後 10% あるから、はい、うん、まあ登録さえしてくれれば、うん、まあアンプは使っちゃいけないですけどね、アンプなしっていうルールで、うん、まあ、自由にやって、うん、絶対ここではその警察とかにも捕まらないよ、うん、このルール守ってればっていうのを、まあ、ずっと町の人が一緒にやって、はあ、ストリートブレイカーズが運用してきてるんですね、うん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 、管理運営してきていて、ちゃんとやってるんだ。そうなんです。でやっぱこれって全国でもこういうのやったのは初めてなので、やっぱそれは注目されてるのは結構でかいですよね、はあ、いろんな他の自治体さんとかでも、でね、うん、はい、視察来たりとか、あと市長とかも協力的ですよね。そうですね、うん、であとその本当に、うん、その芸人さんとか芸能人さんとかをストリートミュージシャンでやらせたいとかっていう企画を結構受けたりして、まあその大きなテレビとかでも結構いろんな方、はい、いろんな方と共演したりとかさせて、はい、いただいてます。それはそれはね、そうですね、これはもうどんどんやった方がいいと思いますね、はい。そして9月21日に、そうですね、はい、話せていただいてるんですけど、これいつもやっている、はい、そうですね、音町柏はもう、はい、恒例ですもんね。恒例です。まさにこの J.com さんプレゼンツっていう形で、ね、はい、やらさせていただいてるんですけど、そうですよね、サンプラザ中野くん、パパ川合さんをメインに迎え、はい、まあ、でも今回ダブルメインでフランキッズさん、あら、はい、すごいですね。これもうだから、はい、この2人じゃない方がいいんじゃないですか、もう。いや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 、なんてことを言うんですか、マンネリ化してません、なんてことを言うんです、そんなことないですよ。やっぱり佐賀のバルーンフェスティバルに出てくるミュージシャン30年ぐらい連続同じ人、佐賀は佐賀ですよ、だけどやっぱり地元柏でやる時の気合が全然違います。あ、そっか、やっぱそうですよね、はい、名曲もいっぱいありますからね。そうなんです、そこの部分で本当にやっぱやってくださっていてありがたくて、でも今回フライキッズさんも来るのと、あ、そのオープニングとかには、あ、そうなんです、オープニングとかにはそのなんていうんですか、さっきのストリートミュージシャンのコンテストを勝ち抜いた、まあ、グランドチャンピオンの人なんかも出たりするんですね。まさにじゃあイカ天で出たフライキッズさんみたいな感じで、そのノリでまさに令和の、令和のイカ天、平成名物テレビイカ天です、ね、すげー、今令和です、はい、バンドブームがまた柏から起こるかもしれない、はい、そういう流れ で、 いいで、ね、はい、やってきて、でまた本当にこういう年代高いアーティストさん来るんで、本当思ってるのは、うん、もうお父さんお母さんちょっと音楽から離れちゃった人も気軽に聴いてほしい、我々世代ですから。そうですね、フランキッズさんなんかも、はい、あ、そうですよね、そういう意味でこう世代超えたイベントになればなというふうに、うんうん、いいですね、はい、考えてます。だって自分も働きながらそうですねこうやってるわけ で、 す、ね、はい、ですもんね、はい、まあまあきついですけど頑張ってます。大丈夫です。いや、ちょっとブレイカーズの皆さん何人ぐらいいるんでしたっけ。いや意外に少なくてですね、うん、まあ、25人ぐらいいるんですけど、少ないですね、少ないですね。でそれが音楽と手作り分かれて、まあ、それぞれメインでやってるのは 7,8 人ずつでやってる。めちゃくちゃ少ないじゃん。めちゃくちゃ少ないですね。はい、めちゃくちゃ偉いですね。いや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 、まあでもやりたいことを本当に町のためと思えばできるし、まあ本当自分たちもやってて楽しいイベントだって。そうですね、はい、いやありがとうございます。ありがとうございます。ために、はい、ということで今回貴重なお話を、ね、いただきました。ありがとうございます。今回のゲストはストリートブレイカーズ代表五十嵐康正さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。